王、は、真の高記念館に、南京で活躍した、文と画家。四文、が、天国に優れ、がは、大幅の山水画を得意とし、人物、課長画もよくした。絵画教本、消し絵画伝を、弟二人と共に制作したことで最も知られる。署名は、王。字は、東角、または、安伏。父は、王うすく。一般に、 大雪康と記される。字は佐シ石膏省加工府、修水県の人。一家で南京城外は九州湖畔に住んだ。王はその長男。移民詩人家多分の娘を妻とした。弟に大目めどぎと王がいる。兄弟三人は共に手がにたけた。大目めどぎの楽譜バリ層も移民として生きた文人である。長命の大目めどぎは陽性十一年に、 故郷の前古省から南京に移居してきた五隆史氏とも交友があった。王は若くして、志賀の才を表し、多くの年長の文人たちに親しんだ。人物を見込んでこれを女性とした、片文の詩集など、関連資料から往来のあった人々の名前を挙げれば、まず挙げられるのは、在野の人々であって、ほど水、潮位、徒孵歌氏流禅、文子縁、李良陳ゆ つばめせい、半号、狂犬、王家事、て清それきび、かたくま、ごおすむ、王人衆、馬甲子、ほどほ大犬、元空はみない民文人、ふい、あるいはそうなどであった。王家事、衆在春とは彼らが、官職に就く前からの交際であり、交友のあった、千陸さんは、巨人身分を取り消された在野の学者であった。王たすく、王府氏は、 甲州から南京に転居してきた、李良、陳と親しく、李良らが甲州に戻った後も、その関係は続いた。聖古川関東の成功な多色づりの図版には、陳と共に、王兄弟が名をとどめ、消し縁が伝発集は、李陳王三夜の共同によって制作されたことが、伺われる。聖古川を観光した、金良王画とは、王一家の経営する諸子である可能性が高い。 一方で、王は、修良公、宋、仙流将、宋洋、王また丹、宋虎らら、新朝の現職交換や退職した交換の地遇を受けた。江南詩人の間に、聖望のあった修良公は、印一つ手においてまだ若い王の人物と、が、天国を推奨している。後期六年、南京に来た宋が、諸子と親愛に集った際、王、 扇頭画を描いて送り、後期8年にも僧から、協定未き、集金前らと共に招かれて親愛側に遊んだ。後期11年冬、シセムアゼ士として赴任する僧が南京を通過した、際、協犬らと共に僧別、王、は、食堂駅と題したが年を送った。後期22年秋、僧洋が南京の物上に署名詞を招いて、演習した際、これに参加。 後期二十八年秋、コーナーを人が南京野城動員で開いた縁には、大目戸義、王、と共に参加している。後期三十六年、相都らに求められて、大目戸義と共に、大地亭屋和二代し、相都らにも、戯れ大王やス説が二種がある。王、は、兄弟で、消し縁が伝を制作したことによって、最も知られるが、南京在住の文人や南京に遊ぶ文人だと、 広く交際し、欧州の視野画を残した。伝説の作品や著録されている作品は少なくない。後期十一年、大下、国構図。特に後期二十年代に入って異法性な作画活動を行った。後期二十一年冬、玉山館画と、後期二十二年、山水図、後期二十三年、丹後経図、後期二十四年二月、松角町泉図、 後期二十五年、創春小句図、後期二十六年、山際和漢図、後期二十七年、白病人物古地図札、後期二十八年、超雨図漢補作、後期二十九年、鉱山外遊図漢、江山清照図、後期三十一年、大体高松図、山水図、後期三十二年、万山草堂図、後期三十三年、古城別行図、後期三十五年、 千維は廊下くず、後期三十六年、仮鶴図鑑、後期三十七年、三周柿図鑑、後期三十八年、東園満地くず大木、後期四十年、山まっくり晴れ雲図、後期四十四年、西芝図大木など。王は、修了校の詩文集、内古道集十四巻を、ご進むとともに編集し、また学府方文の詩集、三集十二巻、俗集四巻、 また続集5巻、全21巻を編集した。南京で進められた、江南通詞76巻の編纂に協力し、その手になる、山川慶勝図50幅が、同書に載る。文集に、山非線立道文庫不分巻がある。ありがとうございます。